お疲れちゃんです。ロットです。というわけで、まあ、今回なんですけども、第2弾というわけで、まあ、クララオールスターね、最強決定戦の2回戦のね、試合の振り返りしつつね、ちょっといろいろ話せたらいいかなと思います。というわけで、2回戦はなんと韓国のね、もう韓国もうほぼナンバーワン選手かな、わかんないです、韓国トップ選手の XBOW マスター選手とね、試合のリプレイを見ていきたいなと思います。さあ、というわけで、まあね、どちらが勝つかを予想しながらね、皆さん見ていただければいいかなと思います。で、まあ、非公式のね、やっぱ大会っていうので、今回もね、またまたえぐいデッキを使ってるのが下側僕ですね。で、上側 XBOW は、なんとね、なんと本家クロスを使っております。で、それに対してね、なんと今手札は新兵隊です。ミラーかな？ミラーかな？と思わせといて、一緒金支援隊ですね。いや、今支援隊使ってると本当に、まあ、言ったら、まあ、いるとは思うんですけど、マルチの上位とかで本当全くいなくて、まあ、でも、まあ、弱いカードは決してないなと思ってるというか、まあ、ただ僕がね、謎に使ってるだけなんですけど、本当に謎にね。でも、やっぱみんなが使わないからこそ、ちょっとね、こう、使ってて面白みがね、あるよねっていう、やっぱこう、一つちょっと違うことをするとね、まあ、若干目立てるっていうのでね、僕、そういうのが好きなんでね。はい。こういうね、変なデッキ使ってるんですけど、これもね、たまたまですね、たまたまクロスに対して、親衛隊、そして、ババコヤ。この、陸ですね。やっぱクロスは陸にタゲ取るんで、陸が多いとやっぱ苦しいっていうので、たまたまね、ちょっといい相性引けたんじゃないかなと、まあ、思いますね。まあ、どっちが勝つかはまだわかんないですが、皆さん。そこはね、うまく見ながら、行ってもらえればいいかなと、思います。で、XBOW マスターとのエピソードを、まあ、話すとするならば、そうだね、クラローリーグで戦ったことは正直ないかもしれないね。うん、2v2 ではありますね。2v2 では、ラットライキで戦ったことはあるんですけど、それ以外では、意外とほぼ本当に戦ったことないかもしれないですね。1v 戦ったことがある記憶がないですね、僕は。なんですけど、まあ、それよりもはるかに遡り、2018年東海儀日韓戦っていう日本対韓国の試合があったんですよね。東海儀っていうこのゲームイベントが、こう、あるんですけど、毎年かな。で、それにクロラも会った時があって、そこで、この日本対韓国をやるみたいになって。で、まず、その日本代表を決めるトーナメントもあったんですよね。8人かな。8人でトーナメントして、上位3人、3名。上位3名が日本代表みたいな。で、そのトーナメントの時は、メンバーが、僕とアムロ、テンゴット、ローラ、ケンツ、ミカンさん、ゼロニキ、と、誰だ？やばい、忘れてるのはよくねえな。誰だろう、アマちゃんとかかな。いや、誰か。申し訳ない。本当に申し訳ない。誰か。忘れてました。がいて、で、その中で僕とね、テンゴットとローラが、そうですね、日本代表になって、で、韓国と戦った時に対戦相手にね、XBOW マスター選手がいたって感じですね。で、その当時、その年のかな、世界大会にも出てて、XBOW マスターやべえ、めっちゃ強いやつや、みたいになってて、あ、でも試合するの嫌だなーって感じだったんですけど、やっぱ強い選手とあんまやりたくないじゃないですか。まあ、強い選手とだからやりたいっていう感情もあるんですけど、その当時の僕はやっぱこう弱気、まあ弱、常に弱気なんですけど、圧倒的弱気くんだったので、そうなんですよね。わー、XBOW マスター選手とか、まあ、まあいいやぐらいかな。まあよく覚えてないんですけど、本当に2、3年ぐらいの前になると。なんですけど、その時に、BO3 かな、2回やりましたね。1回目 BO3、XBOW マスター選手やって、勝って、で、2回目の、もう最後の最後ですね。もう、これ、勝った方が、チームの勝ち、みたいなところだったかな。か、僕が勝って、まだ繋げた、みたいな。次に繋げれたぐらいかな。まあ、崖っぷちの状況で、次に僕とまたね、XBOW マスター選手が対戦して、こう、1本取られてからの、その時やっぱ30しか強かったんですよね。2本目に今度ヒール30しかな、なんか普通の30しかを使って勝ったんですよ。だから僕はやっぱ勝ったデッキでこう行くぞってなって30しで行ったら、なんとジャイの
ファイボヤノアメザップかな。なんか僕その頃あのガゴムレギャングの三重詞を使ってたんですよ。なんでもヤノアメファイボ三重詞でデッキ読みされて、もうボコボコにされましたね。公開処刑されちゃいましたね。っていうことがあったぶりの試合ですね、これ。なんで本当に、まあ、2、3年ぶりの試合でね。よいしょ。はい。というわけでね、ちょっと久しぶりにこう戦えてね、まあ楽しい部分もありましたが、まあいろいろね、思い返す懐かしいのね、懐かしい、こう浸りながらね、試合できましたし、いや楽しいですね、やっぱクラロワって。なんか、勝つためにやるクラロワももちろん楽しいんですけど、こう、なんかね、気軽にと言いますか、気楽に、こう、何使おうかな、みたいな。これでちょっとびっくりさせてやろうかなみたいな感じの、この、なんて言うんですかね。ちょっとまだ若いっていう、幼いっていう表現は違うかもしれないんですけど、こう、ね、プロっていう意識からちょっと外れたね、この意識でやるクラロワはね、すごいまた楽しいなと思いましたね。なんでこういう、今度はまたね、スケラフリーズですね。昨日か、今日の1本目の動画かな、見てくれてる方はね、もう分かると思うんですけど、いろんなデッキマジで使ってるんでね、今回全部違うかな、ほぼ。形は全部違うか、同じデッキは全く使ってないですね。っていうぐらい、ちょっといろいろ使ってね、はい。面白いデッキ、大好き人間なので、いろんな変わったデッキは全部覚えてるぐらいね、把握してますね。面白いデッキやった瞬間、こんなんなるんだって頭の中に、はい、保存してますね、いつも。さあ、で、ヒーラースケラなんですけど、これ。あの、ペッカきついんですよね、正直。ペッカ工場結構きつくて、こう、まあ、見てる人だとあんま相性とかわかんないかもしれないし、相性いいじゃんと思うかもしれないんですけど、このデッキ見たときに、全部単体ユニットなんですよ。なんで、こう、ペッカってやっぱ範囲複数系に弱いじゃないですか。もう、複数系ユニットが1枚もないんで、あと、アイゴレとか工場とか逆サイに釣るユニットもないんで、ペッカに対して真っ向勝負するしかないんですよね。なんで、そこはちょっとね、このデッキ、あの、きついところなんですよ。なんで、ヒーラー、ダックね、エレキあたりで、まあ、頑張ってね、戦ってるって感じですね。なんで、こう、見てる方は結構相性悪い、相性いいとか、こう、意外と思っちゃうかもしれないんですけど、結構しんどいですね。これとかもう地獄っすね。どう止めんだろうって、今必死に考えてますね。でマジアチャで全部射抜きつつ、まあ、フリーズでね、頑張って時間稼ぎしてって感じですね。で、ここの突進のいいのとかもね、こういうちょっと細かいね、ちょっと上手い部分もあるんでね。こういう部分も参考にしてもらえたらいいかなと思いますね。言うのはね、こう、突進をうまく使うことによって、いろんなユニット延命できたりとか、相手にね、こう、不意のダメージ不意だから、突さ、なんか、端前ユニットですね。メリ残りユニットに対してとか。言うのは結構ね、ピースが出るカードというか、使い方次第では、攻めでも防衛でも大活躍するカードなんでね。結構好きですね。よいしょ。さあ、これですね。ミリ残りのペッカに突進して、また走ろうとしたんですけど、相手がうまいですね、これは。さあ、この受けですらはしんどいよと。まあ、ダメージは若干リードしてるものの、フリーズなんで、相手のマジックアーチャーの処理ができない。そして、まあ、言って最後の削りがないっていう部分かな。苦しいとしたら。まあ、ですが、はい、こっちもね、相手からしても、こう、ダクネとマジアチャとエレキとちょっと辛いと思うんでね。ここはヒーラーちょっと残したかったんですけど、フリーズがね、若干遅かったっすね。これミスりましたね、マジで。なんですけど、いい感じに耐えつつね。さあ、なんとか耐えていきます。で、ここね、ここのエレキな、マジアチャで許容したんですけど、許容しすぎましたね。マジで。このね、ダメージでもう1差ですね、1差。この球がいて、そしてこれ絶対ペッカ受けだよなーって思いつつ、いや、そうなんですね。ここすでに流れがやばいですね。ここ。ここの場合ちょっと見てほしいですね。自分でもどうやって防衛したか覚えてないんですけど。工場は基本的に突進を抑えるためにもエレキで防衛していってますね。基本的には。さあ、もうここはなんとか気合で守れてますね。で、ポイズン使った後なんでスケラ打ちたいんですけど、マジアちゃんもエレキもいると、正直スケラってそんな刺さんないんですよね。なんで、ここは一回多分待ってますね。で、U の追加うまい、耐える。で、ここのペッカも、あれですね、内側エレキで角度、マジアチャの角度変えつつ、タルババで処理してますね。ここのヒーラーちょっと下手でしたかね。ですが、ここ最後ね、相手も結構削りに、攻めマジアチャとかで削りに来てるんですけど、
フリーズをね、もう多分今回のこの試合か、攻めフリーズ一回も打ってないぐらいですね。もうずっとフリーズ防衛に使ってますね。でもそれぐらいこう、フリーズって、なんていうんですかね、応用が効くカードだと思うんで、ここもね、フリーズのおかげで耐えてるみたいなところあるんで、なんか、攻め呪文って結構思われがちだと思うんですけど、もうこの試合みたいな、もう一回も攻めフリーズしてないとかいう使い方も全然できるかなと思いますんで、そういう部分もね、参考にしてもらえればいいかなと思います。というわけで、さあ、XBOW マスター選手も、勝ちましたね。2も。はい。で、次、決勝のね、動画もね、またあげるんで、しかも今回2立てですね。BO3 2立て。なかなか調子良かったんじゃないかな。本当になんか、こんぐらい気楽にできた方がね、もしかしたら強いのかもしれないし、まあ、それはね、でもやっぱ本番勝たないといけないっていうのもあるんで、まあ、いろいろ難しいところなんですけど、2回戦もね、こうなんかいろんなデッキ使って、ちょっと勝ててね、まあいい感じかなというわけで、次回の動画お楽しみください。ラスボス、ミカムーユー選手との BO3 をね、動画にするんで、よければ見てみてください。では、お疲れ様でした。バイバイ。